はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、引き続き家で何かをできないかということで考えてたんですけども、まあ、今まで投網の打ち方について 4、5 本ね動画をアップさせていただいたんですけども、今回はその投網を実際今度マスターした後フィールドへ行って多分実際魚をね捕まえていくと思うんですけども、その時にもたくさん皆さんが失敗する項目というのがいっぱいあるんで、そのあたりをね注意点とともに紹介していきたいと思います。そして今日お伝えするのはもう本当に投網をたくさんやってる方だったら多分皆さん経験があるし、そんな失敗は多分しないと思うんですけども、もう本当に初めて投網をマスターして川へ行くぞっていう人がもしいた時に、参考になる内容だと思うんで、初心者の方に、おすすめの動画です。で本当に一度でいいんで頭に入れてもらえればきっと失敗しないと思うんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしたら早速なんですけども、今回は10項目皆さんにお伝えしたいと思います。ただその前に、その10個は新しい内容なんですけども、その前に、0番としてちょっと一つ紹介したいのが束ね方ですね。でこれはもう今までアップした動画に4つか5つぐらい紹介してるんですけども、それをしっかりマスターしてもらうということです。それができてないと今日の10項目は、実践としてねやっていけないんじゃないかなと思うので、まずは0番として、束ね方の方ですね、を束ね方と打ち方ですね、でこれを妥協しないでしっかりセットするということですね。でそこさえしっかりしてもらえば今日の10項目をマスターしてもらえると川に行った時にかなり、いい形で投網ができるんじゃないかなと思います。それでは1つ目なんですけども、まずは投網を打つ場所ですね。でこれに注意しましょうということなんですけども、まあ、これいっぱいいろんなことがあるんですが、まあ、ちょっと順番に言うと、まず一つ目は水辺までね、その投網をする僕らが、降りれるかどうかってことですね。でこれ結構重要で、例えば川がね護岸されていて足場がすごい高くてね水面がかなり下にある時ってありますよね。ああいうところでは、まあ、もちろん打っても構わないんですけども、仮にもし下がねものすごい水深が深かったり、あと下にねオートバイが沈んでいるとかね、見えないけどもしかしたらあるかもしれない、そんなところにねもし投網をね買ったばっかりのやつをねせっかくマスターしてよしここいいかなってピョーッと放ってね重りがそこへ沈んで引っ張ろうかなと思った瞬間もう引っかかってるみたいな、もうこれだとね投網ねもう降りれないし、深い深い深くて降りれないともう引っ張るしかないですよね。そうするとね投網がビビビビビビビってねこう音とね感覚が伝わってくるんですけども、それしちゃうともう投網はそのままでは使えない状態になってしまうんで、その場所選びですね、これすっごくやっぱ重要なんですね。それからあともう一つは、例えば今のオートバイじゃないですけど、そこがねしっかり見えてるか見えてないか、これもすごく重要ですよね。あんまり浅すぎてねこんなに3センチぐらいの水深のところでね、まあ、そこ見えるけど、まあ、魚もいねえぞっていうところだとね投網やっても仕方ないですし、とにかくその投網をするにあたっての安全、まあ、投網そのものも安全もそうですし投網をする人の安全もそうなんで、まずはこう投網を打っても大丈夫なのかどうかっていうねその判断ができる状況なのかどうかっていうのをね見極めないといけないんじゃないかなと思います。それからあとはまあ今までも言ったんですけど、その深いか浅いかっていうことですね。であんまりねこう2メートルも3メートルも4メートルもあるようなところで確かに魚はいるだろうって言ってそこで打っちゃうと、そこまで沈めるとねなんか引っかかった時にもう入れないですよね。なので、まあ、そのあたりの深さっていうのもちょっと気をつけなきゃいけないなっていうところですね。で結構回数とかねその最終ガサガサの経験が増えていくと、例えばここにはあの
オートバイが沈んでるからここは打っちゃいけない。でもここから少し10メートル離れたここは以前打って、何も引っかかってないし、ここは障害物がないし、魚が集まりやすい川のね合流点だから、ここは打っても大丈夫とか、そういう経験がだん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 蓄積されてくると、例えばそこが見えなくて、ちょっとねもしかしたら何かがあるかもしれないっていうような場所でも、経験があればここにはないぞと、だからここは思い切って投網放っても大丈夫だっていうところが、そういうのもね出てくると思うんで、そういうところはもちろんやっても大丈夫だと思うんですけども、そういったことでとにかく失敗も繰り返しながら、覚えてどん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 やっていくといいのかなというところですけど、まあ、くれぐれも安全は第一でお願いします。あとは流速ですね、例えば川だった場合はそのお水が動いているんで、そのお水の速さ水深がトワミに適しているのかどうかっていうのも、ここもすごく重要で、例えばアユの友釣りなんかでね、こう深くて流れのあるところで胸ぐらいまで使ってね友釣りをするポイントもありますよね。でそういうところはもちろん大きなね、尺アユみたいなねでっかいアユがいたりするんですけども、じゃあそこにねトワミを入ってって打てるかと、で仮に打てたとしてもトワミにおそらくアユはほとんど入らないと思います。それが船の上からだった話は別かもしれないんですけどね。あとは実際こんな水深前ね使ってトワミじゃあ掘ってみてって言われても打てる人って普通の人ではいないです。なので流れがありすぎるところ深いところでトワミをしたいだろうけど、実際にはとても難しいので、気をつけてやってほしいです。はい、次は2つ目ですね。立ち位置についてなんですけども、これもすごく重要で、その中の立ち位置の1として、1つ目は実際にトワミを打つ時ですね。でこれはどういったことかというと、要はどこで立ってトワミを打つべきかというところなんですけども、基本は横川のと並行して川の真横からトワミを打つか、川の下流から上流に向かってトワミを放る打つというのが基本です。で本当に川の流れというのは先ほど言ったみたいにとても危険なので、例えば水深がね腰ぐらいまであるところに胴長を履いて上流から下流へ向かって歩くとすごく危ないんですね。川の流れってこう思ったよりも重いので、下流側へ歩くと歩きやすいかなって皆さんイメージされる方多いかと思うんですけども、基本川で深いところで流れのきついところで歩くときは下流側に自分が歩かないようにしてください。一番安定しているのは上流側、ちょっと上流側へ向かって上へ向かってね斜めに移動していくと比較的動きやすいと思います。で下流側へ向かうと勢いが押されるんで進みやすいんですけど、ちょっと間違ってね滑ったりするともう転んでゴロ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 っとね川に流されてしまうんで、下流深いところ流れの速いところで下流側にあまり動かないようにしてください。これはもうやってみれば分かるんですが、その1回のにやった時に命を失ってしまったら困るんで、頭に必ず入れといてください。そして今度3つ目なんですが、これも立ち位置についてなんですが、今度はトワミをたぐるときですね、打ち終わってたぐるとき、これもすごく重要です。で今度たぐるときは必ず自分が下流側、トワミが上流側ですね、この立ち位置でトワミをたぐってください。自分が上流にいてトワミが下流にあった場合、もちろん引っ張ってもいいんですけども、川の場合、必ずお水はね上流から下流へ流れるんで、トワミがね下流にあって引っ張ると、皆さんイメージしてもらうと分かると思うんですけど、上流からね網を引っ張るとトワミってね浮いちゃうんですよね、川の流れでね。そうするとせっかく重りが下までついて引きずってくるときに魚が入るのに、
重りが浮いちゃうと魚が全部ね入らないんですね。なので必ずとわみを下流か川の横から打って、そして自分が下流側に立って川の流れと一緒に網を引っ張っていく。これはもうとわみをする時の基本です。なので必ず守ってください。はい、そして今度4つ目なんですけども、網を手繰る時に魚が網の中でどんな状態になっているのかを知ってほしいなと思います。でこれを実際どういうことかというと、まあ、魚とわみをねが綺麗に開いて落ちました。でこれ引っ張ってきます。その時に魚が一番先端部のね重りの横にある袋に魚が入っているのか、それとも袋には入ってないけどとわみのねこの三角の部分に入っているのか、袋には入ってないけどこう動いている状態ですねなのかということがとても重要になってきます。そしてその時に袋に入っていれば、基本はねこう引っ張ってくれば魚が取れるんですけども、袋に入ってない魚がいた時にどうするかというのですね、これをちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、このような感じで一回とわみを放った時に、例えば小さい魚はだいたいこの袋ですね、ここに袋があるんで袋の中に魚が勝手にねこう進んでってこの袋の中に入ってくれます。で大体引っ張ってくれば入るんですけども、時々この袋にね入らない大きい魚が入っていることってあるんですね。あでこれはどういう魚かというと、日本だと例えばよくあるのは大きな鯉とかナマズとかライギョとかあとソウギョとかね、ハクレンとかね、そういう大きな魚がとわみにのこの輪っかの中に入ることがあります。ただそういう魚というのは基本僕らが今紹介しているとわみだとどうしても袋の中には入らないんですね。もう物理的にここの入り口からはそんなでかい魚は入れないんです。じゃあこのまま引っ張ってくると最後落ちちゃうんですね。でその時にどうやって魚をでかいのを仕留めるかということなんですが、ちょっとゆっくり引っ張ってきますね。で最後ここに集まりますよね。でこの時にこのまま引っ張っちゃうと魚が暴れればこう落ちちゃうんですね、大きな魚がね。でその時にじゃあどうやってこのでかいものをこのサイズの合ってないとわみで捕まえるかということなんですけども、この手繰ってくる時にできるだけ魚をねこっちのね手元の方に落ちてる、手元の方に魚を誘導させておくんですね。そして例えば自分が水面とねこの近い場所まで降りれる時はここまで来てくるともう鯉とかライギョとかはねもうすんごい暴れるんですね。で僕は今まで1回のこの一網でこんな大きいね80センチぐらいのハクレンが5匹ぐらいかな入ったことがあってもう網が破けるんじゃないかっていうぐらいボンボンね暴れてね大変な時あったんですが、そういう時もそういう魚は割と下へ行くよりも上へ行く魚が多いんで、そういうのをうまく操作してこっちの方はねあらかじめ来させるんですね。そして自分がこのまま網を束ねてあげないで魚よりも下ですね、こっち側に手を入れます。でここを締めちゃえばもう魚動けないんですよね。なのでこの状態でグワーってこう上げるんですよね。ほんとベキ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 ともうすんごい暴れるんですけども魚は落ちないので袋に入らない大きな魚も一緒に取れると。
いうことで、まあ、本当に何でもない話なんですけども、そういったところも工夫しながら魚とりとわみをしてもらうと、このサイズに合ってない魚も取ることができるので、ぜひもしそういう時が来たら覚えておいてください。それからあとはもう一つは、足場が高くてこの最後につかめない、こういった時には結構皆さんねする方多いんですけど、この足場の高いところからとわみを ねじっていくんですねそうすると、まあ、魚ってヒレがあったりエラがあったりして、こう運がいいとうまく引っかかるんですね。そうするとこの下をつかまなくても、足場の高いところからぐーっとこうゆーっくり上げるとここまでつかむことができるんで、まあ、このとわみを最後にひねるというのも、まあ、一つの作戦かなということなんですけど、あんまりうまくいったことないんですけどね、まあ、うまくいくと取れることもあります。僕はあまりそれは使わないんですけどね、結構そうやって取ってくる方もおられます。はい、今度5つ目ですけども、実際にとわみのに入ったこの魚をねの外し方です。これは優先順位をちょっと考えてほしいんですけども、例えば食べるために取った時の魚なのか、そして例えば写真とかね、みんなでこうチェックして後で川にね放流する魚なのか、それから、まあ、取ったんでせっかくなんで家に持って帰って飼育をするように取った魚なのか、これによってやっぱこの魚の扱い方って変わってくるんですね。で、例えばその食べる魚であれば、このとわみをね上げてきた後別に生かす必要がないので、もうこのね地べたにとわみを置いてもらって、あの一つ一つね魚をこうやって外していってもらえれば全然 OK なんですけども、例えばその生かす時とか川に後で放流しようって思う時には、やっぱこんな状態でねずっと置いてて魚がピチピチしてる状態でね、ゆっくりゆっくり外してたら、まあ、最初に取ったね魚は入れ物に入れれば生かせると思うんですけども、後から取った魚っていうのはもう多分入れ物に入れても死んじゃうんですね。その時どうしたらいいかなって思う時に、僕の場合は基本このとわみに入った魚を外す作業を川の中で行うことが多いです。それかもしくは例えば衣装ケースみたいなのを持ってってもらって、そこにお水を張っといてその中に入れて魚を外せば、魚はお水の中にいるので、まあ、多少は生存率が上がるのかなと思うんですけども、まあ、僕の場合はそんな大きなね衣装ケースいつもいつもね持っていけないので、僕の場合はこうとわみを束ねてくるときに必ず近くにたも網をね必ずいつも置いておきます。そして最後こう束ねたときに水中でこうすくっちゃうんですね。でこれ2つとわみ持って片手にたも持ってたら魚外せないじゃないですか。なので僕の場合はいつもねここにね挟んじゃうんですね実際川の中で行うんで水面がこの辺ですね。なので魚たちは水中にいる形にします。そして、まあ、僕の場合は少しでもスピーディーに行うために、まあ、一つ一つねさっきみたいに外すのも全然 OK なんですけども、本当に急いでる時とか、例えばこの魚ですね、この魚を飼育するために生かすためにもしとわみをした場合、この魚今1匹しか入ってないですよね。で他にも魚が入ってるんですが、違う魚がいる場合はとにかくこれを生かしたいなと思う時には、こう引っ張った時にこれがいても外してる時間があるとこの魚死んじゃうんで、もうこれ後回しにします。いつもでこの魚が来た時に両端を掴んで振ると
簡単に落ちます。でここも水中なんで魚がねこの間泳いでてくれるんで、いけすを持ってきてその魚をいけすに入れてもらえれば、この魚は最小限のストレスで生かすことができるかなと思います。そしてまあ基本的にはもうタモにこの水中にタモをつけた状態で端っこからこう引っ張っていってもらう。で頭側から魚を引き抜くと。でこの中に入れる。これ頭側から引っ張って入れると。で今のようにしてやるのが基本なんですが、僕の場合はスピーディーにするときに、まあ、ちょっと魚傷むけどとりあえず全種類取って標本とか作るときにはもうこうやってどんどん振って下に落としていきます。でこの時にうまくいくと袋から外れて網に入るんですが、とにかく下へ落とすっていう作業をしていくと簡単に魚が取れます。このように形で外してもらえればいいかなと思います。ちょっと、ね、今これルアーなんでね、ここが引っかかっちゃってうまくいかなかったんですが、まあ、実際魚の方がスムーズに落ちます。はい、そして今度6つ目なんですけども、まあ、袋に入った魚とかね、大きな魚は今お話ししたんですが、今度は反対に小さい魚ですね。で皆さんが使うトアミ、まあ、いろんな大きさの目合いがあると思うんですが、どの目合いを選んでもやっぱそれよりもさらに小さい魚っていうのはどうしてもやっぱ川にはいるんで入ってしまうんですね。で例えばこういう時、この袋には入ってないんですけども、この途中のね何でもないところに小さい魚がこう頭を突っ込んで引っかかってるって結構あるんじゃないかなと思います。でこれの外し方なんですが、これはもうさっき言ったみたいに魚は鱗が前から後ろに向かってこう鱗があるんで、後ろから引っ張っちゃうと鱗がね剥がれちゃったり、あとエラブタがね壊れてしまったり、背びれとかね腹びれが引っかかってるんで、後ろに引っ張るとやっぱ魚弱っちゃったりボロボロになっちゃうんで、できるだけもしできるなら頭側から引っ張ってください。ギュッともう完全に引っかかっちゃってるんですけども、頭を軽く取ってスーッとこう引っ張るとスーッと外れるんで、もう頭突っ込んでたら、あー突っ込んでるなーって思ったらかわいそうなんですけど、これもう仕方ないんですけども、外さないわけにはねいかないんで、まあ、どっかで やんなきゃいけない作業なんですが、とにかくいけそうかなと思ったらスーッと引っ張ってください。で大体これはもう弱っちゃってるんで、川に入れてももうフラッとしてね死んじゃう場合がほとんどなんですが、もうこれはもうトアミをする以上どうしてもこの網目とぴったりの大きさの魚っていうのはもう入っちゃうんで、もうこればっかりはもう避けようがない。ってもし避けようとするのはもうトアミをしないことですねでもそれだとねトアミができないので、もうこれはねもう予防策っていうのがもうほぼないんじゃないかなと思います。それからあともう一つの方法は、こう引っかかってた時に、まあ、さっきみたいにこう魚を手で掴んでこう引っ張るっていう方法もあるんですが、もう一つはしっかりトアミを張った状態で、トアミをねあまり魚との距離が離れてるとうまくいかないんですが、適度な距離で振ってあげるんです。プル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 って、でたまにピンピンピンって張るような形で振ってあげると、結構簡単に魚を一切手で触らずにポーンとね外すことができます。でこれは大体基本的な、まあ、コイ科を中心に大体うまくいくんですが、これも一つの方法なんで、まあ困った時に思い出してやってもらえるかなと思います。はい、今編集中だったんですが、結構ねたくさん撮ったみたいで、もうだいぶ
長い時間になってしまったんで、一旦ここで、区切らせていただいて、この次、この続きを紹介いたします。で、2つに分けて紹介していくと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。この動画は本当にもうトワミをする人のための動画なんで、まあ、普段ガサガサフィッシングで見てもらってる方には、まあ、あまり正直面白くないものだと思うんで、そういう方は飛ばしてもらって、いただければと思います。で、トワミを今練習中の方がもしおられたら、一度は、見ていただけるとなんかちょっと参考にはなるんじゃないかなっていう思いがあるので作ってみました。どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。